場いたします。どうぞ。さあ、続いてヤングジャパンチームの入場です。拍手をお願いください。子供対あれになってんじゃねえ。子供対応さあ、それではこれからスタートしますのがセスコサッカー部とヤンキージャパンチームの戦いになります。それでは先ほど言葉が多かった、でもカウンターか走らせて、まずは優勝戦に向かってのコメントをお願いします。サッカーボールってちゃんとしたサッカーボール使うんだね。頑張ります。リベンジってことですね。ちょっとなんかちょっとこう多分今まで普通と思ってたんでね。じゃあもう一言お願いします。いやー静岡だったよ、ということですね。さあ、その言葉に関してのヤングジャパンチームのコメントをお願いいたします。なるほど。さあ、それではお願いします。いいですね。なかなかこう、クールな感じだな。静岡ダービー、これからですね、決勝戦に戻ってまいります。さあ、それでは肩を組んで、さあ、ちょっとこう肩を揺らしながらね。あ、さあ、それではいきますよ。これを掛けていきます。この脇には届かないかもね。2000皆さん、肩揺らして頑張るぞ。出荷したって。はい、それではですね、これより決勝戦がスタートとなります。じゃあ代表者、さあこれからですね、代表者選手のですね、キックオフを、起点を取るためのポイントスが行われてまいります。おお、これ折り込みとかできなかった。さあ、それではキックオフがセスコサッカー部、それからピンチ、ピンチの方の選択権を、ヤングジャパンチームが取っております。さあ、それではこれからですね、行ってまいります。ワールドアルシーサッカーワールドカップ2013決勝戦、これよりまいります。キックオフ。さあ、審判のホイッスルからのキックオフ。まずはセスコサッカー部、さあここからボールを持っていきたいヤングジャパンチーム、カウンター攻撃。おっと、初盤の攻撃を防がれてしまった。さあ、まずはボールはコートの端の方に転がっていっている。さあ、ここからのドロップイン。さあ、おっと、一気に攻撃をかけたヤングジャパン。さあ、ヤングジャパンチームはホワイトとブルーのカラーリングのマシン。さあ、それに対抗するゼスコサッカー部はパープルのカラーリングのマシン。飲まないね。さあ、ここからボールの方がインされていって、サイドからの攻撃、パープルのカラーリングゼスコサッカー部。さあ、ヤングジャパンチームはガードにかかっていった。さあ、こうサイドからの攻撃。さあ、ここから一気ボールを持っていきたいところ。さあ、ここからヤングジャパンチームがボールを持っていった。さあ、カウンター攻撃になって、おっと、際どい攻撃。さあ、ここからドロップイン。さあ、サイドを攻撃からかけていく。それでボールが転がっていく。さあ、ここからボールが膠着状態になっていて、ドロップインとなります。さあ、ガードからサイドガードからの攻撃。さあ、ここはお互いに引き取ることはしない。さあ、ヤングジャパンチーム、若い力での攻撃。さあ、それに対抗するのがゼスコサッカー部。この掛川大会、先月行われましたが、その時の雪辱を果たしたいということで頑張っているゼスコサッカー部。おっと、一気にボールを取ってた。さあ、ここはあれもやんなきゃ。ここからボールを取られていく。さあ、ボールを取っていった。さあ、ここで一気にボールを持っていきたいところ。さあ、ガードサイドからの攻撃はカーブのカラリングデスロータクラブの追い入れとも言えるもの。さあ、それをガードしていきたいのはヤングジャパンチーム。さあ、ボールを取っていく。
さあここで前半戦が終了。さあやはり激しい戦い、カウントの方は0対0という状態でゲームの方が進行しております。2分間の、さあ今度のキックオフはヤングジャパンチームからのキックオフとなります。それでは後半戦、さあボールが転がっていく、さあボールを持っていきたい、さあカーブの方にデスコさんがボーッと、ここはボールが足から離れてしまったが、さあカーブの方にボールが転がっていく、さあここからドロップにされていく、おーっとガードしたのはヤングジャパンチーム。さあボールをガードしていった。さあここはチーム同士で追い詰められている。さあボールを出したいところだ。押し込み入ってますね。さあノーカウントとなります。押し込みによるですね、ボールはノーカウントとなります。絶望サッカー部から、さあ絶望サッカー部からのキックオフとなります。さあボールをサイドからの攻撃、ヤングジャパンチーム。さあここからパープルのカラーリングデスコーサッカー部がガードしていく。さあサイド攻撃を一気にかけていきたい。さあヤングジャパンチーム、さあボールを取られていった。さあここからサイドの攻撃、ヤングジャパンチーム一気に駆け上がりたい。さあ点々とボールがピッチ、ヤングドロップデスコーサッカー部のピッチの方を転がっていく。さあここボールをヘッドで落としていって、サイドからの攻撃、おっとヤングジャパンチームがそれをガードしている。さあガードそこ抜けていきたい、サイドを抜けていきたいところ。さあここは決めていく、ドロップイン。さあボールが膠着したので、ここから審判のドロップイン。さあボールが点々と転がって、おっと一気にボールを取っていきたいところだが、なかなかボールがうまくいかないデスコサッカー部。さあここから再びドロップイン。さあボールが、さあマシンが一打点としている。さあ、さあ残り時間後半30秒となってくる。さあここなかなかハードな戦いが迫ってきている。さあサイドからの攻撃をしたいところだが、絶望サッカーを、さあそれを取っていったのはヤングジャパンチーム。おーっと危ない、ゴールが出ていくところだった。さあサイドからの攻撃を再度繰り返していく。さあここでおっとリアタイヤが後転してしまっている。さあここに繰り返し攻撃をかけていきたいところはヤングジャパンチーム。さあサイドにボールが転がっていってる。さあここからマシンを取って、マシンでボールを取っていきたい。さあここで後半戦が終了。さあここからは延長戦となってまいります。さあそれでは延長戦は2分間のゴールデンゴール方式となってまいります。さあまずはですね、これキックオフを決めるポイント数をどっちが先に言うかというので決めてますね。さあキックオフはどちら、おでは5キックオフ点は、絶好サッカー部からのキックオフ、ピッチは、こちらですね、1ヶ月前は、ヤングジャパンチームの、ピッチとなります。さあ、まあ、ちょっとちょっと待ってくださいね。さあスイッチを置いてちょっと動くかな。さあマシントラブルがさあここからはキックオフはパープルのカラーリングのゼスコーサッカー部からのキックオフとなります。延長戦ゴールデンゴールキックオフ。さあゴールデンゴール欲しい、一気に畳みかけていきたいところ、ゼスコーサッカー部。さあボールをカウンターに取っていったのはホワイトとブルーのカラーリングのヤンキージャパンチーム。さあここからボールはドロップインとなってくる。さあ2分間のゴールデンゴール方式、さあ一気にボールを持っていきたいところ。さあサイドからの攻撃、さあここからドロップインとなってくる。さあここはどういう展開になってくるか。さあボールが、さあボールの方が点々とピッチの中に入ってきた。さあここから審判が立ててドロップインとなってくる。さあボールは点々と転がってくる。さあここからが、
サイドからの攻撃をしたいところだが、パープルのカラーリングのゼスコサッカー部。さあ、おっと、ここはエピタースナビがヤングダバジル。エピタースナビが、おっと惜しい。さあ、命拾いだ。試合が展開していった。さあ、ここからロングシュートの打ち合いだ。ヤングジャパンチームとゼスコサッカー部。さあ、延長戦はゴールデンゴールを欲しき。リッキー決めていきたいところだが、さあ、絶好のチャンスをお互いに逃がしてしまった。さあ、ここから試合はちょっと膠着状態に陥っている。何やってんのこれ。さあ、一気にボールを詰めていけないところ。さあ、おっと、絶好のサッカー部が一気に流れ変えてきた。さあ、ここをカウンターに繋いでいったのはヤングジャパンチーム。さあ、ここで一気にボールを持っていきたいところ。さあ、絶好のサッカー部がサイドから行く。さあ、ここで30秒となってくる。おっと、どうですか、コメントを一言お願いします。ありがとうございます。あれ、なんかさっきと違って、え、それだけですか。さあ、初代チャンピオンなので息子さん、多分さ、言葉にならないチームメイトに対して一言もう一句お願いします。僕らの実力戦を制覇しました。いやー、すごいですね。さあ、でもさあ、ここはちょっと痛恨ですね。悲しい、あれですか。え、さあ、ヤングジャパンチームどうですか。何も言えねえ。確かに名前、この持ち込みだよ、ちょっと。もう物悲しさを感じさせます。さあ、それに対してコメントをどうぞ。悔しいです。悔しいです。さあ、でも次回ですね、ぜひともまた来年もですね、開催していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、それでは最後に温かい拍手を両チームにお送りください。ましてですね、表彰式を3時から開催をさせていただきます。